世界には愛しかないわ。日本の女性アイドルグループケヤキザ46の楽曲。秋元康氏が作詞、白戸雄介が作曲した。2016年8月10日にケヤキザ46の2枚目のシングルとしてソニーレコーズから発売された。楽曲のセンターポジションは平手ゆりーなが務めた。DVD 付属のタイプ ABC。 CD のみの通常版の4形態で発売。兄弟曲、世界には愛しかないは、発売に先駆け、2016年6月18日に、ケヤキザカ46こちら有楽町、星空放送局でラジオ初公開、2016年6月29日に、テレ東音楽祭でテレビ初披露され、2016年7月から、ケヤキザカ46のミステリー学園ドラマ、 徳山大五郎を誰が殺したかの主題歌として使用された。歌詞は、ポエトリーリーディングを用い、若者の抱く、現実感や心象風景を歌っている。高博によれば、歌詞に登場する入道雲は、主人公を阻む困難。セミの鳴き声は、主人公の声を代弁するメタファーになっており、夏のセミのような一過性の声を発することによって、太陽が一瞬ひるんだように見えた。 主人公は複雑な世界が単純に解決可能であるかのように思えた。それが君に会った瞬間であり、主人公は愛を信じたいと願う。ケヤキザカ46運営委員会委員長、コ野義雄によれば、歌詞のポエトリーリーディングの部分がどうなるかは、実際に聞いてみるまでわからないということで、今回は秋元先生自らディレクションを行った。秋元康氏によれば、 演劇部のようなものをできたら面白いのではないかという考えがあった。ダンスはメンバー全員が均等に映るよう工夫され、前作、サイレントマジョリティより表情に重きを置いている。iTunes a ップルミュージックでのみ全曲を収録したスペシャルエディションとして配信されている。ジャケット写真は2016年6月に学校で撮影された。アートディレクターは米沢淳。 撮影は、振動強氏が担当した。本作は2016年8月9日付のオリコンデイリーシーーシングルランキングで推定売り上げ25万523枚を記録し、デイリー1位を獲得した。その後、2016年8月22日付のビルボードジャパンホット100で総合ポイント4万5033点。 ビルボードジャパントップシングルスセールズで推定売り上げ37万4815枚、オリコン週間 CD シングルランキングで推定売り上げ32万3066枚を記録し、週間1位を獲得した。女性グループがデビュー1年以内に初週売り上げ30万枚を突破したのは、パフィ、ー、これが私の生きる道の約40万3000枚。 NMB48、純情優マイナス19の約32万9000枚に次ぎ、歴代3位である。サウンドスキャンジャパンによれば、店舗販売の初週売り上げの多くを占めた地域は1位が東京都、2位が愛知県、3位が神奈川県、4位が埼玉県、5位が千葉県。2016年8月度のオリコン月間 CD シングルランキングでは、 推定売り上げ352,825枚を記録し、月間1位を獲得した。年間推定売り上げは392,719枚を記録した。ひらがなけやきに関するカテゴリー。ありがとうございます。